フランソワのエル・バブーフは、フランスの革命家、思想家である、通称グラキュース・バブーフ。平等社会の実現を目指して、私有財産性を否定し、いわゆる、バブーフの陰謀を企てたが、失敗して軽視した。共産主義や、独裁という用語を、現代の意味で、初めて使用した人物の一人であり、革命は、少数の革命家による、権力奪取と、 革命独裁によってのみ、実現可能と主張して、後の共産主義思想に大きな影響を与え、共産主義の先駆とも呼ばれる。バブーフは1760年11月23日、フランス北部、ピカルディのサンイコール簡単において、貧しい農家の長男として生まれた。父クロードは、フランス軍の騎兵隊に所属していたが、百三十八年に、上官に反抗して、 脱走、以後ヨーロッパ各国を放浪。オーストリアでマリア・テレジアの軍隊に所属し、皇太子時代のヨーゼフ2世の教育係を務めたこともあった。恩赦によって帰国を果たした後、遠税を徴収する役人として働いたが、反抗的な気象のため失業。その後も定職に就くことができず、貧困にあえいだ。この不安定な生活は、 結婚後も変わることなく続いた。家計を支えるため、バブーフは14歳から働くことになり、17歳の頃、土地代帳管理の職を得る。貧困のため正規の教育を受けることも、ままならず、父にフランス語、ドイツ語、ラテン語の読み書きや数学を教わりつつ、独学で知識を吸収した。大変な読書家であったらしく、広範囲の分野にわたって、 関心を示したという。1780年、父クロードが死去。その2年後には、アンヌビクトワール・ラングレーと結婚し、彼女との間に3人の子を設ける。家計はさらに苦しくなり、一家の生活は彼の創建にかかった。1784年、故郷にほど近いロアの地で、バブーフは土地大帳管理人として自立した。この仕事を通じて彼は、 領主権の不正を目の当たりにして、土地修正の弊害を痛感。同時に、ルソーやアベマブリー、モレリーなどの啓蒙思想家の著作に接して、革命思想に傾倒した。1785年に、アラスのアカデミーの通信会員となり、1788年まで常任幹事のデュポアド・フォスーと書簡を交わした。彼の思想の核は、これらの経験により形成された。 1789年、永久土地大帳をパリで上司、農地勤分と税制改革を説いた。1789年7月14日、パリ市民らがバスティーユを襲撃。フランス革命が勃発した。永久土地大帳出版のためパリに赴いていた。バブーフは革命の実態をつぶさに観察。剥き出しになった市民の暴力性に不穏な匂いを嗅ぎ取るが、 時代の激動を直感した彼はすぐさま行動を開始。同年8月4日に土地代長管理人の職を捨てた。10月に帰郷した彼は革命運動に参加、以後繰り返し逮捕、拘禁される。まず補助税や延税に反対して逮捕。領主権や法律の取税に反対して再び逮捕された。 1792年8月には、孫武県の行政官に選出された。しかし1793年1月、国有財産の競売に関する文書偽造事件で、性的であった、ロア町長、ロング官の告発を受けて免職された。この時行われた、欠席裁判で下った20年の鉄ス刑から逃れる、ため、バブーフは、パリに向かい、パリ食料委員会に、 初期間の職を得た。バブーフはロベスピエールの信奉者であったが、この頃の彼は、紛糾する国内世論を無理にまとめるために恐怖政治と化したロベスピエールの施策が1793年憲法を侵害するものと考え、エベール派に加担。テルミドールのクーデターでは、反ロベスピエールの側を擁護し、1793年憲法の実現を主張した。しかし、 次第に、テルミドール体制を危険視するようになり、ロベスピエールを再評価するに至った。1794年9月3日、バブーフは出版自由新聞と解消を発刊、同時に古代ローマの古民館、グラックス兄弟の名を取って、グラキュース・バブーフと自称した。グラックス兄弟は、公有地の占有面積を制限する、キニス・セクティウス法の復活を主張して、 殺害された人物であった。平等社会を目指す思想と改革に命をかける覚悟とを示すため、バブーフは自らを彼らになぞらえたと思われる。1795年11月30日付、古民間第35号にて、バブーフは平民派宣言と題する一文を掲載した。彼は土地は万人のものであるとの認識に立ち、 個人が必要以上の土地を支有する行為を社会的窃盗と師団。同時に上渡権や相続権も否定した。これに代わる制度として彼が提示したのは物品の共同管理に基づく配給行政であった。すなわち、すべての人間及び生産品に関する情報の登録を義務付け、現物生産品を国庫に納めさせた後、改めて平等に分配するというものである。 彼は、この制度はすでに、フランス国内における住人の軍隊、総勢120万人に適用されており、実現の可能性は、実証済みであると主張した。この時期の、相次いが、東国機関に武ナローティ、ダルテ、マレシャルなどの同志を得て、1795年11月、彼らと共に秘密結社、パンテオンクラブを結成。 旧ジャコバン派や旧国民公会会員など約2000人が加わった。応答派と急進派に挟まれて苦しい政権運営を強いられていた総裁政府は当座の脅威と目された応答派を牽制するためバブーフラ急進派の勢力を利用パンテオンクラブの結成に協力した。しかしパンテオンクラブは総裁政府の意向に沿うどころか激しい批判を繰り返した。 総裁カルノーは、クラブに対する徹底した弾圧を主張。急進勢力との摩擦を避けたい、他の総裁との間で見解が分かれたが、1796年2月28日、クラブは反対性の恩賞であるとして、警察により閉鎖された。パンテオンクラブの打ち掛け機派は、判乱委員会、秘密の執行部を設置。前者は、軍や警察。 行政の内部に工作員を送り込み、後者は総裁政府が打倒された後に、新たな議会が開催されるまでの間、安定的に執行権を行使する予定であった。バラスの資金援助を受け、1793年憲法実現のための決起を起としたが、総裁カルローは、会員の一人、ジョルジュ・グリゼルをスパイとして買収していた。計画は、グリゼルによる密告で事前に発覚。 結婚前日の1796年5月10日にバブーフは逮捕された。この事件をバブーフの陰謀、平等主義者の陰謀などと呼ぶ。裁判はバンドームの法廷で10月5日に開始され、1797年5月26日にダルテと共に死刑を宣告された。彼らはバブーフの息子から渡された担当で差し違えて死のうと図ったが果たさず、 翌5月27日、バンドームでギロチンにかけられ処刑された。遺体はバンドーム級墓地に埋葬された。この事件で、ブオナローティは、バブーフと共に拘束され、死刑を宣告されたが、ナポレオンの尽力で死刑を免れ、1828年にバブーフの、いわゆる平等のための陰謀を上司、事件の意義を剣伝した。出版当初は、 差したる反響を呼ばなかったが、7月革命の結果に失望した共和主義者の関心を集め、以後、バブーフの名は広く知れ渡ることとなった。バブーフが起とした政府転覆計画は、革命が末期に差し掛かった時期のものであり、また実行に移されることなく終わったため、歴史学者の多くは彼とその陰謀の意義をさほど重要視していない。これとは、 対照的に共産主義者らはバブーフを高く評価した。共産主義とは訳される、王語はいずれもラテン語のカミュニスに由来しているが、この言葉に完全な平等という意味を込め、現在使われるような意味での共産主義の語の意味を確定した人物こそがバブーフであり、1793年にはバブーフ自身が平等クラブをコミュニストのクラブと言い換えている。 バブーフは平等原理を第一の原理とした人物であり、バブーフ主義を完全平等主義と呼び、さらにそれを共産主義と言い換える例が、1840年代に入り、他の処分権にも見られるようになってくる。このため、私有財産を否定した彼の思想は、後の共産主義者たちにより、共産主義の先駆と位置づけられることとなる。こうしてバブーフは、考察する者の立場によって、 全く異なる評価を受けることとなった。彼の思想は、機械文明への肯定的評価を含んでいる点において、18世紀以前の共産主義的思想に必して進展が見られるが、生産面より分配面の共産化を重視し、富の不平等を解消するための処方箋を農地金文に求めた点で、マルクスが言うところの初期社会主義の範疇に属すると言える。 歴史家ジョルジュル・フェーブルは、これを農村出身というバブーフの出自によるものと捉えた。また、前衛文史による武装決起及び階級独裁の観念を樹立した点において、後世のブランキ、さらには、レーニントロツキーの革命思想の先駆である。ありがとうございます。